長崎駅改札前に長崎街道かもめ市場が3月18日オープン。いち早く長崎初出店のお店をご紹介します。今日はこちらです。タン屋ご紹介します。こだわりを教えてください。こだわりはですね、牛タン専門店には珍しい薄焼きの牛タンを使った定食を楽しめるお店になっております。普段白米でお召し上がりいただくところを、そちらのとろろと卵と麦飯でさらっといただける感じですね。いいですね。はい、でこちらに用意していただいているのが長崎でいただける新メニューなんですよね。はい、そちら新メニューのレモンステーキになります。おいしそう。佐世保のソウルフードレモンステーキを牛タンでアレンジしました。こだわり聞いていいですか？こだわりの方はソースの方がですね、3日間ちょっと寝かした感じでですね、まろやかな感じになっておりますので、さらっと食べられると思います。いただきます。したタンからまず噛むごとに旨味がギューッと溢れ出してきますね。ありがとうございます。その溢れ出た旨味とこのさっぱりとしたソースが絡むことでより爽やかな美味しさが広がりますね。ありがとうございます。うわ、これはいいですよ。パワーチャージしたい時にペロッといただきますね。でちょっと追いレモンっていうのもやってみていいですか？はい、試してみてください。さらにレモンの果汁をプラス。お味はいかが？よりそのレモンの酸味がプラスされてタンの旨味が深くなりますね。そうですね。はい、じゃあこれ美味しいです。ありがとうございます。それがもう一つあるんですよ、こだわりが、ね、何ですか？はい、で混ぜ混ぜ。ありがとうございます。お米一粒一粒にタンの旨味だったりその染み出てるソースが絡んで絡んで、これお昼に食べたら頑張れます。長崎の皆さん、博多と長崎の味、牛タンのレモンステーキをぜひお召し上がりに来てください。お待ちしております。そしてもう一点、JA 全農がお届けする地元食材にこだわったカフェがオープンします。野菜からお味噌、もちろんお肉は長崎和牛です。おいしそう。長崎店には長崎いちごをふんだんに使ったパフェが新登場。これから旬のフルーツが乗ったパフェが食べられますよ。お楽しみに。長崎街道かもめ市場は3月18日オープンです。